はい、今日は空間の連結性について考えたいと思います、はい、すなわち図形がですね、つながっているという状況を、数学的にどのように定義していこうかと、そういうことを考えたいわけなんですけれども、まずつながっているということを考える前にですね、つながっていないとね、ある種の分断されているという状況を先に考えてみたいと思いますね。でその例としていくつか挙げてみたいわけですけどもね、まず最初の図形の例としては、ね、平行間を2つ合わせたものですね。離れている平行間、0、1平行間と、ね、2、3という平行間の和集合をこう X としましょう、ね、この図形はこの2つの、ね、平行間に分断されているようにも見えるわけですけれども、ね、そこでそのうちのこの左半分、ね、0、1平行間を、ね、A と置きましょう、ね、そうしますと A は平行間ですから、ね、平行間なので、平集合であると、ね、図形 X における、ね、平集合であるということがこうすぐに分かります、はい、一方でですね、この A という図形は、ね、このマイナス2分の1から2分の3までの回復間を、ね、X で切ったものですね。ですからマイナス2分の3から2分の1からマイナス2分の1から2分の3までの回復間ですね。これをこの図形 X で切ってあげますと、ね、A が出てきますね。A が出てきますね。ですから、部分空間における回集合のあり方と申しますか、ね、より広い世界ですから、このマイナス2分の1から2分の3までの回復間というのは、実数直線における回集合だったわけですね。回復間なので回集合だったわけですけれども、その回集合をね、X っていうね、今考えている図形で切ったものになってますから、ね、そのようなものは、部分空間におけるですね、回集合の基本的な性質としてね、X の回集合になっているということにこうなるわけです、はい、ですからこの図形 A は、ね、この X っていう空間においては平集合でもあって、ね、かつ回集合でもあると、ね、回かつ平であるというふうに、なるわけです、はい、で回かつ平な部分集合のことをですね、英語では、クロープンセットと、ね、クロープン集合というふうに言うこともこうあります、はい、ともかくですね、快かつ平な集合がこう あるということが分かるわけですね、はい、で次の例ですね、次の例は、有理数 の例を考えたいと思いますね。で有理数は点が無限個あるんで、ね、これは正確な図ではないですけれども、ね、図式化して無理やり図式化してみたものです、はい、でそこで今度 A はですね、ルートには有理数は含んでないわけですけれども、ね、マイナス無限大から ルート2までと、ですからルート2未満 の有理数全体ですね、有理数で切ってますから、ルート2未満の有理数全体というのを考えますね。でそれを A と置きましょう。でそうしますと、これは回復間を切ってますからね、実数直線における回復間、すなわちオープンセットをね、回集合をね、今考えている図形 Q で切ってますからね、この図形 A というのはね、有理数における、ね、回集合になります。回集合になります。はい、で一方で、ね、この A という図形はこのように書くこともできるわけですね。ですから実数直線におけるルート2以下の実数全体の集合にを Q で切ったものと、ね、ルート2はどの道 Q に含まれてませんから、ね、ここは鍵括弧、柔らかい括弧じゃなくて、ね、鍵括弧にしても、ね、これ A と一致するわけです、ね、そうしますと、ね、このルート2以下の数全体の集合っていうのは実数直線の中で平集合でした、ね、平集合でしたので、より広い空間で平集合だったものを Q で切っていることになりますから、この図形ですね、この集合、すなわち A は、ね、Q の、平集合でもあると、ね、いうことになるわけです。すなわち、ね、この A は Q の中で、快活平、ね、クロープンセットにこうなっているというわけです、はい。で、3つ目の例ですね。3つ目の例。はい、でこれは自然数全体の集合 N を考えたいと思いますね。で、その部分集合として、これの場合はどれでもいいんですけれどもね、例えばね、一点集合ね、1の実からなる一点集合を取りたいと思います。はい、そうしますとね、これはですね、平集合なわけですね。1以上1以下と言ってもいいと思いますけれどもね、これは平集合になるわけですが、一方でね、これは1のですね、2分の1近傍を考えますとね、1との距離が2分の1未満の数というのはね、1自身しかありませんから、この自然数の中にはね、
自然数の中で1との近さが2分の1未満になるものね、これを1の2分の1近傍というふうに呼ぶわけですけれどもね、これを考えますとこれ1しかないんでね、結局まあ A に等しいわけですね。でイプシロン近傍っていうのは回集合でしたからね、この一点集合っていうのはね、まあ自然数全体の中で閉集合でありかつ回集合、すなわちクロープンセットになるとね、まあ自然数全体の場合はね、いかなる部分集合もね、クロープンセットになるとね、回括閉になるということがまあ言えるわけですけれども、まあ、その特別な場合としてこの一点集合 A はね、まあ回括閉だということがこうわかるわけですね。はい。でこれらの例でですね、共通して言えることは何かと申しますとね、いずれもですね、非自明な回括閉の部分集合ね、クロープン集合がこうあるということですね。でここで非自明というのは何かと申しますとね、どんな空間についてもですね、全体集合と空集合ね、これは回括閉集合だったわけですね、クロープンセットだったわけですね。ですからどんな空間にもですね、クロープンセットっていうのは必ずね、2種類以上存在するわけですね、全体集合と空集合ね。でそれ以外にもね、回括閉な集合ね、クロープンセットがこう存在するという、まあ、特殊な状況になっているわけですね。でこのような場合はね、まあどの図形もそうだと思うんですけれどもね、これはバラバラに分断されているね、つながってない感じがしますね、自然数全体はね、それからね、有理数全体ね、これも有理数全体も点がたくさんあるんですけれども、いっぱい穴が開いていてね、つながっているようなものには見えないわけですね。そして、まあ、も基本的なね、2つの図形を、まあ、合わせたものね、これもまあ、つながってないね、図形としてまあつながってないね、2つのね、分割された部分からこうなっているということでですね、ね、つながっていないということはね、非自明なクロープンセットがあると、ね、いうことで、まあ、定義づけられるのではないかということがこれらの例からこう示唆されるわけですね。はい。それで、まあ、数学ではですね、まあ、距離空間、まあ、すなわち図形が、ね、連結でないと、ね、あるいは不連結であるというのを、ね、非自明なクロープンセットですね、ですから全体集合でも空集合でもないような、ね、回かつ閉な部分集合があると、あるときに、そのような図形は連結でない、ね、あるいはまあ不連結であるというふうに言うわけです。はい。でここでですね、非自明なクロープンセット1個持ってきますと、ね、まあ、回集合の補集合は閉集合でした、ね、で閉集合の補集合は回集合でした、ね、ですからその非自明なクロープンセットの補集合はクロープンセットになるわけです ね。ですから連結でないということは、ね、2つの、ね、交わらないクロープンセットの、ね、和集合として表すことができると、ね、非自明な、ね、空でないクロープンセット2つ交わりのない、ね、空でない、クロープンセット2つで表されるような空間のことが、ね、まあ、不連結な空間だと、ね、まあ、こんなふうにも言い換えることができるわけですね。はい。で今クロープンセットと申し上げましたけども、それは回集合に書いてもいいわけです、ね、空間 X が、ね、2つの回集合 U と V の、ね、和集合で表されていて UV が交わらないとしましょう、ね、そうしますと UV っていうのは互いにですね、補集合の関係にありますから、ね、V は U の補集合ってことで、ね、閉集合にもなるわけですね。ですから、まあ、クロープンセットの交わりのないクロープンセットの和で表されると先ほど申し上げましたが、これは、ね、交わりのない、ね、空でない回集合の和集合で空間 X が表されると、ね、いうふうに、まあ、申し上げてもいいわけです、はい。で同じように、まあ、閉集合についても言えますからね、X が、ね、閉集合 UV の和集合で U はやめますからね、X が閉集合 F と H の和集合で表されていて F と H に交わりがないと、ね、空でない閉集合 F と H の和集合で表されていて、ね、しかも F と H に交わりがないと、ね、いうふうにしますと、ね、F と H は互いに補集合の関係にありますから、ね、F と H はオープンセットでもあると回集合でもある、ね、したがって、まあ、F と H はそれぞれ非自明なクロープンセットにこうなるということですね。ですので、まあ、非自明なクロープンセットが存在するっていう言い方でもいいですし、ね、空でなくてしかも互いに交わらない、ね、閉集合の和集合で表される、ね、あるいはその回集合の和集合で表されると、ね、いうような表現で、まあ、不連結と、ね、呼ばれるものはこう定義されるわけです。
でそしてまあつながっているとね、連結というのはどのように定義するかということなんですけれども、この否定でもって定義するということですね。ね、ですから、距離空間 X が、ね、連結であるというのはね、X が不連結空間でないと、ね、不連結空間ではないとき、ねね、X をまあつながっている空間、ね、連結な空間であるというふうにこう定義するわけですね。ですからちょっとまどろっこしいわけですけども、まあ、そのようなね、二重否定のような定義にこうなっているというわけです。はい、ですから、まあ、連結であるということを言い換えますと、まあ、一つの言い換えとしては、非自明なクローブンセットが存在しないということですね。ね、非自明なクローブンセットが存在しないときに、まあ、連結であるとね、いうことですね。それから、まあ、回収語の和集語の言葉で表現しようとしますと、ね、U と V という2つの回収語があって、ね、空でないものとしましょうね。空でない UV という回収語がありまして、それらの和集語で X が表されているとしますね。はい、でこの時に U と V が交わらなかったら、X は不連結になっちゃいますから、ね、その時に U と V はこう必ず交わると、ね、空でない2つの回収語の和集合として X を表したときには必ずその、ね、2つの回収語は交わりますと、ね、交わりが共通部分が空ではありませんと、ね、いうふうにまあ言い換えることもできます。はい、で同じことが平集合についても言えまして、ね、X をですね、2つの平集合、ね、空でない平集合 F と H でこうの和集合で表されたとします、ね、その時に、まあ、X が連結であるというのは必ず、ね、F と H は交わると、ね、共通部分が空でないと、ね、そういうふうに、まあ、言い換えることができるわけです。はい、もう一回復習しますと、まあ、最後のことを、ね、一つ述べておきたいと思いますけれども、ね、X が距離空間 X がまあ連結であるというのは、 X をですね、空でない2つの平集合、ね、F と H での和集合で表したとしましょう、ね、そうするとその F と H は必ず交わりますと、ね、共通部分が空でないと、ね、いう状況になるときに、まあ、X を、まあ、連結空間であると、ね、いうふうにこう呼ぶわけです。はい、で連結空間の例ですね。ね、連結空間の例、まあ非自明なクロープンセットを持たない例ということになりますが、それは例えばですね、まあ、平空間 AB なんていうのは非自明なクロープンセットを持ちませんね。それから実数直線ですね、これもつながっている感じがしますね。それから、まあ、平面や3次元空間などの N ディメンジョナルユークリディアンスペース、ね、R の N 乗というやつ、ね、それから、まあ、球面なんかですね、まあ、これだと、まあね、違う図形で言うと、まあ、一つの、まあ、特別な例として、まあ、球面、ね、なども連結であるということがこう、知られていますね。はい、でこれらが連結な、まあ、理由ですね、それは動画の後半で考えていきたいと思います。